どうもこんにちは、ててチャンネルのひろしです。さて本日はクラウン1レッスン3の最終章ですね、第4章についてやっていきたいと思います。ハッチング・ザ・エッグ・オブ・ホープですね。ページとしては48ページになりますので頑張っていきましょう。では今日の流れになります。はい、授業前に一言、勉強のポイント、本文&和訳、そして重要単語、重要ポイントとなっております。さて授業前に一言でございます。はい、今回もクラウン1高1レッスン3について預かっていきます。レッスン3のタイトルは Hatching the Egg of Hope という日本人アーティスト宮崎健介さんについてのお話でしたね。はい、でこのレッスンでメインで確認したい文法事項としては関係代名詞、分子、受動体ということでございました。さていつも授業前に説明することですが、定期テスト前ギリギリだよという方に関しては勉強のポイントを踏まえて和訳を見ながら話の流れを理解しちゃってください。そして本題からページと、で、まだ時間があるよという方に関しては全体把握までは一緒ですが、その後単語をインプット、一文ずつ重要ポイントを学習、そして全体に戻って音読を10回という流れで、ぜひぜひ頑張っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。では勉強のポイントいきましょう。まず1つ目、はい、本文は、宮崎健介さんが戦地ウクライナでのアート活動を通して自身のアートの力ですねを再確認した場面であることを理解しましょう。そして2つ目、単語重要ポイントをインプットします。そして3つ目、関係代名詞、分子、受動体について改めて理解していきましょう。では本文&和訳に行きます。はい、本文です。マリウポリ was not safe place for an art, project. はい、マリウポリは、芸術活動するには安全な場所ではありませんでした。But to my surprise, when I started painting, children came out of nowhere to join me. はい、しかし驚いたことに、私がペインティング、絵画活動ですね、を始めたとき、子供たちは、私に加わるために、どこからともなく出てきましたと、わーってきたわけですね。We painted a big mitten. はい、私たちは大きな手袋を描きました。なんででしょう。The idea is based on a, popular Ukrainian story, The Magic Mitten. はい、その考えは、魔法の手袋という有名なウクライナの話、偶話ですね、に基づいています。はい。In the story, one snowy night, an old man drops his mitten. はい、その話の中では、ある雪の夜、年老い男性が手袋を落とします。A mouse, a frog, a rabbit, a fox, a wolf, and many other animals climb into the mitten to stay warm. はい、ネズミ、カエル、ウサギ、キツネ、オオカミ、そしてたくさんの他の動物が暖かくして過ごすために、その手袋に登り入っていきますと。なるほど。In a painting, you see people from all over the world sharing the warmth of a huge melon. はい、私たちのペインティングでは、世界中から来た人々が巨大な手袋の温かさを共有しているのを、あなたは見ることができますと。はい。It is decorated with Easter eggs, which represent life and hope. はい。それは、生命や望み、希望を表すイースターエッグ、まあ、復活祭の卵で飾られています。これよくわかんないと思うので、後で説明しますね。Our painting shows that people's warm hearts can hatch the egg of hope and bring a peaceful life to us all. はい、私たちのペインティングは、人々の温かい心は希望の卵を返すことができて、平和な生活を私たちみんなにもたらすことっていうのを示してくれるんですよと。はい。I still do not have a clear answer to the question. Who am I as a person and as an artist? はい。私は今でも自分は人として、そして芸術家として何者なのかという質問に対する明確な答えを持っていません。But one thing has become clear. My art has the power to make people super happy. はい。しかし一つ明確になりました。私のアートは人々をすごく嬉しく幸せにする力を持っていますよ。ということでございました。はい。これでこの章は終わりになります。では重要単語いきますね。はい。nowhere. はい。どことも知らない場所。はい。mitten. 手袋。ukrainian. はい。ウクライナ人。はい。warmth. はい。暖かさ。decorate. はい。何を飾る。easter. easter ですね。復活祭。これ何のことか後で説明しますので、ちょっとお待ちください。present. はい。何を表す。peaceful. はい。平和な。スーパー、まあ、スーパーですね。スーパーマリオとか言ったりしますね。はい、すごいとか素晴らしいとかってことです。超みたいな感じですよ。to, one surprise. はい、驚いたことに。何々、based, be based on. はい、何々に基づく。はい、decorate なんとか with なんたらなんたら。A with B ですね。はい、B で A を飾る。まあ、A を飾る。何々で B で、みたいな感じですね。はい。
では、ここまでが重要単語になります。まあ、いつも言うことですけど、この単語って一語一訳、一つの単語は一つの意味しかないよという意味ではございません。はい。ただですね、いきなりいろんな意味を覚えるのは、その、定期テストの中で結構きついと思うので、まずは単語が、この本文中でどういう風に使われてるかっていうのが、ここでは書いてますので、それを暗記の助けにしてやってもらえたらいいんじゃないかなという風に思います。はい。では、いきます。では、では、重要ポイントいきますね。はい、まず一つ目。一文目。マリウポ was not a safe place for an art project. はい。言ってますね。まずここまで理解です。あれ、マリウポ was not a safe place. はい、マリウポリは安全な場所ではありませんでした。はい。for an art project. 芸術活動をするための。はい、形容詞として、これは前の名詞、a safe place にかかっております。はい、OK ですね。なので、芸術活動をするための安全な場所。いう風になってます。2文目。But by surprise, when I started painting, children came out of nowhere to join me. はい。これはですね、まずここまで理解です。これ熟語ですね。To my surprise. はい。驚いたことにということですね。はい。When I started painting. これ私がペインティングを始めた時という意味でございますが、まあこれ前章でね、レッスン3の3でスタート部位についてはちょっと語ってますので、気になる方はそちら見てみてください。はい。そして、3つ目。Children came out of nowhere. 言ってますね。はい。子供たちは何もないとこが出てきた。はい。out of 何々、何々外へとか何々から外へという意味ですね。そして nowhere、何もないところへとか、どこともないし、どことも知らない場所っていう意味でございます。なんで、どこともよくわかんない場所からポンって出てきたよという意味でございます。はい。で、まあ、せっかくなんで、out と of。まあ、ここ出てきたんでね、このコアイメージを使って、掴んで、アウトオブの正体ちょっと明らかにしたいなというふうに思います。さてさて、まずアウトのイメージです。これね、なんか多分わかると思いますよ。テイクアウトとか言ったりするので、アウトのイメージ結構掴みやすいと思います。はい。アウトっていうのは、まあ、どこか中に入ってるものが外へ移動するっていうイメージです。はい。まあ、これね、まあ、中から外への移動って覚えておくと、まあ、結構他のものも理解しやすいので、はい。これ理解しておくといいと思います。はい。な、中からと意味がないものもありますよ。外へっていうだけの意味もあるので、まあ、ここはカッコつけておきます。はい。オブ。はい。オブってのは一部です。一部分。全体の一部分です。はい。全体があって一部分。はい。全体があって一部分。なんか、パートオブザワールドとか聞いたことあるじゃないですか。一部分。世界の一部みたいな感じ。はい。っていう感じで、こんなオブっていうのはなんとかの一部っていう意味で、コアとしては使って、コアイメージとして覚えておいてもらえるといいと思います。はい。そして、アウトオブってのは、まあ、アウトすげえ似てるんですけど、このコアになってる一部分が、そうですよ。ここが外に出てくる。一部が外へ移動。一部が外へ移動。だから一部なので、なんかの中になってるものが外へ移動。というイメージでございます。なので、今回であれば、out of nowhere ってありますね。はい、nowhere。どこかも知らない場所の一部になっていた子供たちですね。どことも知らない場所の一部になっていた子供たちが、出てきたよ。というふうに言ってるわけでございます。はい。これがアウトオブのイメージですね。OK でしょうか。押さえておいてください。続いて、3文目。We painted a big meeting. はい、ここ特にありませんので、次行きましょう。はい、4文目。The idea is based on a popular Ukrainian story. The magic meeting. はい、行きましょうか。はい、まずここまで理解です。はい、そのアイディアはってとこからですけど、The idea is based on a popular Ukrainian story. はい、ここね、大事ですよ。はい、ここからここまで。はい、その考えは有名なウクライナの話に基づいていますということなんですけど、まず押さえておくのは be based on ですね。be based on 何々、何々に基づく。はい。まあ、これ覚えろっていう形で全然 OK なんですけれども、まあ先ほどもやりましたんで、オンのコアイメージね。はい。これは、改めて、レッスン3の3でもやりましたが、改めて復習しておきましょう。はい。オンのイメージ何でしたか？もう書いてあってますけど、はい。オンは接触ですね。接触です。はい。何々上にではありません。はい。接触です。はい。上にって意味もあるんですよ。上にって意味もあるんですけど、接触がコアのイメージです。はい。で、そこから、派生したイメージとして、今回の、本派生パターン、テーマというのがあります。はい。テーマに接している内容ってことですね。はい。ってことは、どういう意味になるかっていうと、テーマに接触ってことは、テーマに基づくとか、関するという、意味になったりします。土台になっているイメージだと考えてください。はい。例えば、a talk on history、歴史に関する話とか、The theory is based on careful research みたいな感じで、その理論は、丁寧な研究に基づいてますよ、みたいな感じで使ったりもします。今回はこちらですね。はい。で、使われております。
The earlier is based on a popular Ukrainian story. A Ukrainian story を土台にしてその考えはありますよと言ってるわけでございます。はい、OK ですね。Ukrainian story その話って、その考えっていう感じですね。OK ですか？はい、じゃあ続いて。はい、何々カンマ、ザ・マジック・ビト。はい、魔法の手袋というなんとか。はい、これ同格のカンマってやつです。はい。なので、前の名詞、A popular Ukrainian story を説明しているという形ですね。はい。ちょっと遠いです。はい。ここいつを後ろから説明してますよというわけでございます。はい。なので、魔法の手袋という有名なウクライナの話と訳しておけば OK です。じゃあ、5文目。In the story, one snowy night, an old man dropped his maiden. ここ特にありませんね。その話の中では、ある夜に、ある雪の夜に、まあ、年上の男性が、ミトン、手袋を落としますというわけでございます。はい、6文目。A mouse, a frog, a rabbit, a fox, a wolf, and many other animals climbed into the middle to stand warm. はい。行きましょう。まずここまでです。結構長いですが。A mouse, なんだらなんだらから、あの many other animals まで行きましょう。はい、ここは、注意しておくのは遠い接続詞、and だけでございます。はい。and のつなぎ方。多分もうずーっとやってるの分かると思いますが、3つ以上遠い接続。3つ以上接続する場合は、A、カンマ、B、カンマ、C、and D という形で、この間には and 入れないんでしたね。この間はカンマでつなぐんでした。OK ですか？で、最後だけ and でつなぐというのを覚えておいてください。今回も、カンマ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 、and ってなってますね。はい。なんか雑魚師匠みたいですね。ハンマカンマみたいな感じになっちゃいましたけど。はい。あ、ガンマカンマカンマ、アンドとなってるので、押さえておいてください。はい。続いて、何々 climb into the middle to stay warm。はい。ここまで行きましょうか。ここポイント2つです。まず、ポイント1つ目、into のイメージですね。はい。into。せっかくなんで、この怖いイメージも押さえましょう。はい。これね、さっき習ったアウトオブと反対だと理解するのが、やりやすいと思います。グッドだと思います。はい。なんで、まあ、アウトオブさっきやりましたね。はい。中から外に出ていく。逆ですから。外から中に入っていく。と理解していれば、OK でしょう。はい。ちょっと一回見ますか。はい。イントゥイメージね。はい。これが、外から中への移動。はい。外から中への移動。はい。今回では、外から、手袋の中という中への移動ということでございます。ことでございます。はい。で、そこに対して、まあ、その子供たちって子供たちじゃないわ。動物ですから。ちょっと、このでかい、手袋になってるんですね。これもう、でかい手袋になってるんですけど、でかい手袋がゴゴゴゴってよじ登ってくるってことで、クライムという言葉が使われているわけでございます。はい、続いて、ポイント二つ目、to stay warm。はい、これは不定詞の不定詞用法ですね。はい、あったかいのを維持するためにっていうのが直訳ですけど、まあ、あったかくしてすごくためにという意味で、理解すれば OK です。はい、7文目。In a painting, you see people from all over the world sharing the warmth of a huge melon. はい、行きましょうか。ここまず、in a painting, ここは私たちのペインティングではということで理解しておいてください。で、続いて、people from all over the world. ちょっとね、ここだけ先理解しますよ。people from all over the world. はい、ここね、まずここまで理解です。はい。これは、世界中から来た人々という形で、これ from all over the world. これが形容詞句になって前の名詞を修飾。してますね。なんで、世界中から来た人々となってますね。はい。で、次ちょっと理解するために、ここの部分、この部分、簡単に考えて、people、に言い換えてます。people に言い換えますよ。はい。まあ、後で戻せばいいので、people だと理解して、次行きましょう。はい。すると、you see people sharing the warmth of a huge mountain ってなりますよね。はい。これね、何が使われてるかって言ったら、see,O, V-ing って、これ見たことありますよね。O が V しているのを見るっていう知覚動詞ですね。はい。O が V しているのを見る。これもそうですよ。People が sharing 何々しているのを見るということで、この O には people ですよ。V には sharing が入っていると理解すれば、これ簡単な文型ですよ。はい。OK ですね。人々がこれしているのを見ます。ということでございますね。はい。で、解釈するときは、O の部分には、もう、people from all over the world。Bing のところには、sharing the warmth of a huge mountain ってところを、一個ずつ、理解して、訳して、考えてもらえば、簡単でございますので、まず、この、こういう例が使われてるよって理解して、はい、解釈してください。では、続いて、8番目。It is decorated with Easter eggs, which represent life and hope って言ってますね。はい、まず、ここまで理解です。
It is decorated with Easter eggs. はい、ここまでですね。はい。Easter eggs、よくわからんかったですね。出てきました。これ、説明しますんでね。はい。まず、はい、それは Easter egg、復活祭の卵で飾られてますよっていう。まあ、ここはシンプルですね。はい。大丈夫でしょうか。で、まず、イースターエッグって何ってことですけど、イースターちょっと、これ、教科書にですね、わかりやすい引用がありましたんで、ちょっと、読んでいきます。イースターとは、はい。宮崎健介さんは、イースターから着想を得て、希望あふれる壁画を完成させましたと。イースターとは、キリストが死んでから3日目に復活したことを記念する、重要な祭日なんですね。はい。日本では復活祭とも呼ばれます。はい。ちなみに、まあ、春分後の初めの満月の次に訪れる日曜と定められていますと。はい。で、欧米では、生命や復活の象徴とされる卵を色付けしたイースターエッグを飾ったり、繁栄を象徴するウサギをモチーフに飾り付けをしたりしますよ、というわけでございます。なので、はい、イースターエッグ。まあ、こういう卵、綺麗な卵ですね。で、飾ったり。はい。これうさぎとセットで飾ったりみたいなのが、このお祭りの特徴でございますと。はい。これは生命や復活、希望の象徴を指してるわけですね。象徴なんですね。はい。OK でしょうか。はい。こういう文化、こういう、考えがあるものをモチーフにしてるわけでございますね。はい。OK でしょうか。それで飾られてるんですよ。この絵は。OK ですか？はい。この絵自体はね、教科書に載ってますので、ぜひぜひ見てみてくださいね。はい。で、続いて後ろ行きましょう。何々フリッチでプレゼントライフ&ホープ。あ、もう書いてありましたね。はい、生命や望みを表すっていうのが後ろから説明されてるんですけど、ちょっと、踏み込みましょうか。これは、フィッチの、これフィッチの後ろに見ますよ。これ関係代名詞なんですけど、関係代名詞を理解するときは必ず、フィッチの後ろを見てください。ウィッチの後ろ。ウィッチの後ろ。ウィッチの後ろを見ると、普通は接続詞だと SV って続くじゃないですか。でもここ、S ないっすよね。S ないです。はい。S ない。はい。この時点で不完全な文章だとわかりますね。S なしです。S なし。はい。S ないってことは、ここの文が S がない文をこいつを担っているので、主格の関係代名詞ってわかるわけ。わけね。主格の関係代名詞。はい。で、関係代名詞って必ずですよ。必ず形容詞説になります。はい。形容詞説。OK ですか？主格、関係代名詞、シンプルな関係代名詞ね。は形容詞説必ずあります。なので、前のイースターエッグスを説明してるわけです。はい。生命や希望を表すイースターエッグとなるわけ。これですか？はい。改めですが、その下の部分ね。これまとめ一回見てみましょう。関係詞のポイント。はい。ポイント1、これ質問2つ投げかけてください。何説なの？後ろは完全不完全なの？もうこれ2つを投げかけます。はい。で、そうすると2つの、あ、すいません。3つのグループに分かれます。3つです。3つです。基本はこれです。はい。シンプルな関係詞グループ。はい。で、普通の関係代名詞、which とか who とか that っていう、これシンプルな、関係代名詞と言われるんですよね。これは形容詞説であり、後ろは不完全な文章です。今回みたいなやつね。で、関係副詞ってあるじゃないですか。関係副詞。聞いたことありますよね。関係副詞。関係副詞であれば、形容詞説は変わらないんですけど、後ろ完全です。完全です。when とか where とか why ってやつです。はい。OK ですか？で、これもやったことあると思いますね。電池プラス関係代名詞、in which とか聞いたことあるじゃないありますよね。この場合は、形容詞説になるけど、後ろは完全なんですよ。OK ですか？こうやって、関係代名詞、これ文法もね、どっかでも使えますけど、これが必ずこんな感じでシステマティックにやるんですよ。システマティックに。OK ですか？だこれ理系の方とか結構強いと思いますよ。はい。続いて、グループ2、関係代名詞、what。はい、これは、まあ、what って the thing which と聞いたことありますよね。はい。こういう感じになってて、the thing ってもうこれ先行詞ですよ。何々することっていうのが入っている関係代名詞なんで、これは名詞の塊になるわけ。だってこれ the thing にこうやってかかってるわけだから。これ名詞でしょ？はい。なので名詞説になるんですよ。で、プラス which の要素が後ろにあるわけなので、これは which ね。ここ、which。はい。ここになるやつですよ。はい。なんで後ろは不完全文になるわけですよ。なんでこいつは名詞説プラス不完全文と覚えておいてください。はい。He knows what I want. What I want ってこれ名詞の塊になって脳の目的語になってますよね。OK ですか？はい。こういう風に使うのはグループ2。What ですよ。はい。で、そしてグループ3。これも全然関係ないです。全然別のやつですよ。んとか ever ってやつ。んとか ever。聞いたことありますよね。however とか whatever とか whoever とかってやつですよ。はい。こいつは
まあ、名詞とか名詞説、副説になるんですけど、まあ、形容詞説にならないと覚えとくのが一番いいです。はい、形容詞説にはならないんですよ、と。はい。後ろは完全にもなるし、不完全にもなるんですけど、これね、もう全然簡単なんです。はい。その場で、名詞説か副詞説にしかないので、その場で解釈すれば、あ、わかりますよ。全然わかります。はい。で、訳し方は、情報で訳しておけば全然 OK です。たとえなんとかであってもってですね。はい。例えば、ちょっとちっちゃいです。ごめんなさいね。I'll follow you wherever you may go. はい。あ、wherever you may go. はい。はい。あなたが、どこへ行こうともって、どこへ行こうとも、私はあなたについていこうと、行くよと。たとえあなたがどこへ行こうとしていても、私はあなたについていくよって言ってるわけです。これですね。はい。こんな感じです。これ全体をちゃんと踏まえた上で理解していきましょう。はい。ポイント、名詞、形容詞、副詞、どの塊作るか。はい、形容詞、形容詞、形容詞。はい、名詞。これ名詞か副詞。はい、というわけでございます。はい、後ろは完全不完全っていうのをちゃんと理解していけば、全然難しくないです。はい、OK でしょうか。はい、9分目。Our painting shows that people's warm hearts, our painting shows that people's warm hearts can hold the egg of hope and bring a peaceful light to us all. はい、行きましょうか。まずここまで理解です。Our painting shows that 何々。はい、OK でしょうか。ここはですね、show that 何々。はい、見たこともあると思いますが、何々というざっと説内容を示す。OK ですか？という、言葉ですね。語法ですね。はい。ざっと説は、名詞説、名詞の塊。これ、名詞説、名詞の塊になって、章の目的語になってると。章なんとかっていうだけの、文章になるんですけど、このざっと説の中が、まあ、長いわけでございますね。はい。OK でしょうか。じゃあ、ざっと説の中見ていきましたよ。はい。People's warm hearts can hatch the egg of hope って言ってますね。はい。これは、まあ、一個の言葉ですね。これ、ハッチ。はい。これですね。これ見ていけば、people's warm hearts。はい、ここが主語です。はい、can hatch。これが動詞ね。で、the egg of hope。これ目的語。svo っていうシンプルな形なんで、まあ、文系等のは簡単だと思うんですけど、ハッチよくわかりませんと。よくわかりませんと。ハッチっていうのは、卵を返すっていう、ちょっと難しめの単語です。はい。なんで、希望の卵ね。希望という卵を、返すことができると。人々の温かさでね。できるんですよと言ってます。はい。で、and bring a peaceful life to us all. はい、ここで行きましょう。ここポイント2つ。はい、まず遠い接続詞 and があるね。はい。and を見たら後ろを見ます。はい、bring、はい、動詞の原型です。はい、動詞の原型があるわけなんで、その前にある動詞の原型、はい、ここですね。can hatch、あ、確かに can の後ろって動詞の原型になるなってわかるから、こいつとこいつを繋いでると分かるわけ。OK? 大丈夫ですね。はい。なんで、ハッチと、ブリング何々っていうのを繋いでるの。だから、ここね、ここを解釈するときには必ずですよ。感覚的にやってもいいんですけど、それだと分かんなくなるときが必ず来るので、省略したところを補う癖をつけておきましょう。はい。And people's warm hearts can bring なんたらなんたらっていう風になるわけ。OK ですか？はい。これがこの部分の解釈です。はい。で、続いて、はい。ポイント二つね。bring A と B。ここはいいですね。まあ、A を B に、B の方向へ、これ矢印ですからね。B の方向へ持ってくる、もたらすという意味でございます。はい。じゃあ、4分目行きましょう。I still do not have a clear answer to the question.Who am I as a person and as an artist? 言ってますね。はい。行きましょう。まずここまで理解です。I still don't have a clear answer to the question. ここそんな難しくないですね。はい。私は、質問に対する明確な答えは持っていませんというだけでございます。はい。今でも、質問明確に対する持っていませんと。明確な答えを持っていませんと。はい。で、まあ、こう言われたら、何の質問やって絶対気になりますよね。はい。わけわからんね。急に質問なんか出てきて。わけわからんすよね。はい。なので、ちゃんと説明してくれてます。後ろ、見ましょう。はい。Who am I as a person and as an artist? 言ってますね。はい。これ、コロン。はい。何でもできましたね。はい。コロンは、コロンよりも前の部分。はい。文と書く。これ、どっちでもいいです。はい。を補足説明する役割です。はい。はい。コロンの前を見て、ここを見ます。はい。ここの中でよくわかんないと。こいつわかんない。はい。こいつを説明してんすよ。はい。OK ですか？はい。今回は、ザ・クエスチョンの内容を提示してるわけですね。はい。つまり、自分は人として、そして芸術家として何者なのかという質問っていう意味になるわけですね。
わけですか？という質問に、私は明確な答えを今持ってません。今でも持ってませんって言ってるわけ。じゃあ続いて11文目いきますよ。But one thing has become clear. はい。My art has the power to make people super happy って言ってますね。はい。バッと言ってますから、そう、なんか分かったことあるんですよ。はい。But one thing has become clear. はい。ここまで理解ですよ。しかし、一個明確になったって言ってる。一つあることが明確になったと言ってますね。はい。まあ一個はちょっと地味ですけど、これ has become で現在完了使われてますね。はい。現在完了といえば、はい。過去から現在につながる時間感覚でしたね。はい。これは日本人が持ち合わせてないので、必ず、イメージして何度も何度もできるように、イメージできるようにしておいてくださいというわけでございました。はい。下見ましょうか。はい。過去から現在続く線の時間感覚でございます。OK ですか？はい。というわけなんで、これまあずーっとアートプロジェクト、宮崎健介さんやってるわけじゃないですか。その長い期間をかけて、どん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 クリアになってきたよってことを、この現在完了という時制を使って、表してるわけでございますよ。はい。で、続いて、で、これで転がり、my art has the power to make people super happy って言ってますね。はい。ここも、見てくださいね。コロン使われてません。コロン使われてません。はい、さっきの復習ですけど、コロンはーって言ったら、コロンよりも前の部分を補足説明するんですよ。はい。じゃあ、コロンより前の部分、わからないとこ見ますよ。はい、コロンより前の部分。はい、but one thing has become clear. はい、わからんとこはーって言ったら、これやん。何がわかったんや、何が一個わかったんや、わからないじゃないですか、これ。今後だけだと。はい、これをちゃんと、後ろで、このことだよって説明してくれるわけ。OK？はい、これは私のアートは人々をすごく嬉しく力を持っているという一つのことが明確になったよって言いたいわけ。これですか？これワンシングの内容提示ですよ。はい。最後まとめますよ。つまり、私のアートは人々を、まあ、すごく嬉しく、すごく幸せにするという力を持っているという一つのことが明確になったと言ってるわけでございます。OK でしょうか？はい。Hatching the Egg of Hope! いや、第4章でございました。これ最終章ですね。はい、クラウンは高1レッスン3の第4章、最終章でございました。48ページ。お疲れ様でした。噛みました。はい、お疲れ様でした。はい、ここですね。関係代名詞、分詞、受動態とかだけじゃなくて、結構熟語とか、前置詞の意味とか、いろいろですね、構文もあったりだとか、結構難しかったんじゃないかな、というふうに思います。深くやればやるほど結構ね、難しい部分もあると思いますので、まあ、一回で理解できるわけないです。はい。人間は忘れる生き物なので、むしろ忘れないと危ないですからね。はい、嫌なこともずっと覚えてたらしんどいじゃないですか。っていう感じで、人間を忘れるっていう能力は、ありがたい能力なんですよ。ただ、勉強に関しては忘れちゃうと結構しんどいので、何回も何回もこの情報って重要だよっていうのを頭に、脳みそに覚え込ませるわけですよ。なので何回もやるわけ。OK？ というわけで、復習&音読するのを忘れなくやっていただければいいと思います。はい、最後まとめます。最低1テスト入りだよって方に関しては、勉強のポイント踏まえて、和訳を見ながら全体理解。はい、もう和訳見ながらやっちゃっていいです。はい、理由は、出る文章決まってるんだから和訳見ながらやっちゃった方が効率的でしょう。はい、それで、あとは音読あるべした。はい。定期テストまでまだ時間があるよという方に関しては、このストーリー理解までは一緒ですが、その後単語をまずインプットしちゃってください。その後1分ずつ重要ポイントを学習しましょう。で、その後、最低でも音読を10回やっていくようにしましょう。ぜひですね、これ教科書見るとですね、QR コードついてて、QR コードパチってやると、音声聞けるんですよ。なんで、音声聞きなら音読10回やると、もう、マジだと書いてます。はい。できるだけね、音声ありでやってみるようにしてください。はい。では、じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。定期テスト頑張ってねー。じゃあねー。バイバイ。